トップに変わっています。さあスペースに流れた藤本、エリアの中から入れていく、決まった、後藤のゴール。小堀も高い位置を取っています。まあ、こういった中で大分もクロスを早い中に入れることもできるんですよね、このシーンですよね。はい、バーでシュートを合わせて決まった、勝ち越した、後藤が決めた。早いですね、やっぱり若い選手は。さあ星クロス切り返して星どうするか、シュートに行くか。ここは古橋が頭でベリントンに預ける。さあチャンスになる大分、伊藤、後藤に合わせて振り向いてシュート、素晴らしい、決めた、同点ゴール。まあここはボールを奪いました、川西、そして前田が行った、3人だ、どうする、シュート、後藤ハットトリック。逆に今度は大分ですが、ね、うまく阻みました、守備を見せました、ファブリシオ。さあしかし大分が持ってきました、前に3人、左を使う、中にクロスボール、どうだ、ヘディング、大分が先制点。鈴木純、裏へ小手川、戻した、ヘッド、後藤ですか、取りに行った、先制75分。選手の距離を近くして連動性を持った攻撃を仕掛けないとなかなか崩れないのかなと思いますね。シュートを放つ、30メートルロングシュート、素晴らしいですね、素晴らしいシュートが決まりました。9番、しかし裏を取る、後藤祐介に通る、オフサイドはない、ドリブル開始、切り返してシュートまで行く、ゲット、すごい、素晴らしい、後藤祐介今日2ゴール。やはりねスピードがありますんで、その川西がサイド、小手川が追いつく、小手川のクロス、ヘディングで、ここは素晴らしい、ポストに当たり、前に右の前出てきましたね、で高瀬選手、はい、左の前と。さあここからもう松本はなりふり構わずという格好。さあただここでチャンスになるのは大分、後藤、前が空いている、後藤、そのボールをここに丸谷、グラウンダーのボール、こぼしてシュート、徹底的、後藤左足を振り抜いて2得点。泉が少し低い位置でポジションを取っています。このこぼれ大分が取った、後藤が行く、シュート、後藤どうだ、シュート、右足、追加点、43分、後藤、これを持って中に後藤に速いボール、さあ裏のスペース抜け出す、後藤シュート、うまくこぼれましたね。先制点は大分取りに行った、そして鳴岡から裏のスペースを狙っていきました。さあここに武坂、さあ武坂ここまで上がってきた、そしてパスを選択、奥井の折り返し、ヘディング、決まった、